チャオ、あっちゃんです。今日は6月の25日土曜日のあっちゃん家のお昼ご飯です、ね、これ二八そば5人前って書いてあるからね、多分ね、3人前3束やったら無理やと思うから4束茹でてみます。5束茹でたら多いと思う。二八そば、あっちゃんね、10割そば好きやねんけども、ね、1回二八そばなんかね、2分茹でて2分蒸らすって書いてあるの。やってみます。あ、お湯沸いた。はい、なんかね、一束あたり 30% 増量って書いて、結構ね、一束あたりバツかったからね、3束でいきます。はい、足らんかったらなんか違うもの食べます。では茹でます。でね、ほぐさんとね、で、鍋の蓋がね、ないのよフライパンの蓋にしとこうか、なんでもいいやで、ネギさんはね、再生ネギを使います。もう全部買っちゃえ。わかります。はい、ね、またね、再生していくの待っときます。はい、はい、ね、2分経ったからね、火を止めて、よいしょ鍋の蓋がなくなっちゃったの、どっか行ってしまったから、フライパンの蓋にします。で、2分茹で、あ、茹でじゃないわ、2分蒸らして、で、ザルで締めます。はい、はい、蒸らし終わったからね、ザルで締めます。はい、そばができました。あっちゃんちのね、自家製のネギ、後で切ります。はい、そば湯ちょっと取ったん後でそば湯楽しみたいと思います。はい、では食べたいと思います。はい、では食べたいと思います。ね、いつもやったらね、4倍麺つゆ使うんだけど、なんか付属でつゆついてきた、使ってみます。はい、れへんよ、切れない。今浮きで渡らんとあれや、カメラ光がね、まだね、右側の部屋にいてんの。またね、こっち渡ってくるときね、カットしてって言うから、はい、またよからぬものが映ってしまいます。はい、はい、ね、これはね、氷水入れてきたいつもお茶入れてる水だけどね、これでピーって割ったら、冷たいつゆで、お、氷の音が出へん。はい、それ取って、よいしょ、ネギはハサミでちょぴちょぴっと好きなだけ入れます。もうちょっと育てたらよかったんけどね、ちょっと足らんね。卵ちょっと待ってな。じゃあ、今日は土曜日やからね、子供ちゃんがいてるから、子供ちゃんの分も作らなんからね、忙しい。お母ちゃん忙しいわ、土曜日ね。全国のお母さん、子供ちゃんはね、口開いてご飯できるのを待ってるだけやもんね。ヒカルがアホな顔してる口開いてアホな顔してる、はい、では、ね、卵も入れます。卵ね、まあ、うずらとか ないから、あれ、あ、ノートパソコンの線が抜けてた、パプンって言った、またあれかな、強制終了かかったかな、やばいね、危ない危ない危ない。そば食べてもいいよ、卵入れたかったら待っとったけど、めっちゃこぼした、こぼれた、卵こぼして怒られためっちゃこぼしたよとか言って怒られた。はい、もうね、この中に持っていくときに卵の殻から白身がピューッとついてきた。じゃあこれもね、一緒に、卵いらん、納豆欲しい、納豆くさい、ここ言うかな、舐めとこごめんね、行儀悪って、垂れんのよっから、うん、いいや、では食
喋りたいと思います。ギャルがね、邪魔で向こうの方に置いてあるの、うん、子供が取れるようにね。だからすごい狭い。なんか2はつけずに食べるね最初。あ、美味しい。このそば美味しい。うん、どこで買ったやろ。マジだけど二八そば美味しいわ。うん、結構十割そばとか好きでね、うん、近くのそば屋さん、近くってまあ車で10分ぐらいだけど、そこのそば屋さんが1日限定で10食か15食10割そばあんの。時々みちちゃん食べに行ってた。10割そば美味しかった。結構ね、関西人ってあんまりおそば食べへんらしいねんけどね、うん、あんちゃんそば大好きなんよ。うどんはうどんで大好きやしね。麺類好きです。うん、美味しい。そばはあれやね、こうズルズルって食べるのが粋や、粋でかっこいいね。分からん、下品な気がするけど、進むのが苦手やからね。うん、うまいこと一気に食べられへん。子供がすごい勢いで食べてる。うん、なんかつゆつけやんと食べたらすごいそばの味して美味しい、これ。ズルズルって食べるらしいね。うどんやったらめっちゃ、あんまりつけたらあかんねんて。こうちょっとつけてズルズルって。うん、つゆいっぱいついた方がおいしい気する。あ、でもそばの味してるいいかも。あんまりつけへんの、うん、たっぷりつけたら、うんうん、めんつゆの味しかせへんかも。なかなか、うん、江戸っぽいっきゃね。で、あの、うん、で、おいしい、うん、このそばおいしいやな、うん、初めてこうだけど。昔ね、大桑とかで10割そばって売ってたんよ。最近売ってないのね。で、まあ、二八そばでいいやと思って買ってんけど、おいしかったこれ。今度また買ってこよう、見つけたら。どこで買ったんやろな、これ。ラムネかエバーグリーンかオークワかぐらいか、業務スーパーがあっちゃうな。こだわりそんなもんやけどね。はい、あの、もう、ポンってつけて、うんうん、そばの旨味か、そばの、うん、なんちかそば粉の味がするような気がする。うん、うん、美味しい。三玉ってちょうどよかったかな。うん、うん、もちもちお腹がいっぱいになってみて。あと一口で終わろう。じゃあもうこれでいいや。しといて。そば湯を楽しむ、ね。では、そば湯を楽しみたいと思います。あち。変なとこ持ってしまった。こうやって持ったらね、ここに2つ、まあいいや。ガス用に。そば茶とか好きでね、うん、結構そば系好きなんよ。
蕎麦美味しいね。うん、蕎麦入れる？蕎麦湯。うん。これ一回入れるか。うん、ちょっと飲んでみて。で濃かったらまた出したらいいし。もう薄になってしまったらあれかな。どう？これでいいわ。美味しい？美味しいやろ蕎麦湯。通やなうちの子。いや蕎麦湯美味しいよ。最後まで食べてるもうないよ。おいしい、うんねうん、本格的な手打ちのお蕎麦屋さん行きたいな。入れる？飲もうかな。ちょっと飲んでみて。濃かったらまたしたらいいし。どう？分からへん。分からへん。うん、これぐらいちょうどいい。なんか顔入れてて、はい、今日はね家族で二八そばを楽しみました。美味しかった。うん、あちゃんね、前にみきちゃんからバースデープレゼントかなんかでそば打ちセットもろてんけど、結局まだ用使ってないんよ。使ってなく箱の中へたまま。そば粉が手に入らへんかってね、打ててなかった。みきちゃん行ってる時に打って、あっちゃんが打ったそば食べさせたかったな。なんかそば打ち名人かなんかの箱のね、セットのやつもらって。うどんはね、2人で打ったし、パスタも打ったけどね。だから、うどん打つのに、こう、バーって、にゃん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 
茹でるのね。で包丁でポトンポトンポトンって切るから厚さがこうバラバラになるから、それがまた美味しかってね、うん、うどん美味しかったよ、うん、手打ちうどん美味しかった。で手打ちパスタもね美味しかった。でパスタこうやってクリクリってして切るやつ買ったもんでそれ使ってねうどんとかもビューって伸ばしてやって、それでやってもねうどん美味しかった。均等にまあね幅になるから。生パスタ美味しかったよ、うん、うん、なんとかやった。なんとかセモリナーコ忘れた買ってきて、うん、そばがねそば粉売ってなかったから、なんかそば打ちなんやら名人とかね、なんか調べたって、あのおしりの中にまだ直してあるいつか使いたいな、うん、そばね、うん、自分で打ったらなんか楽しいしね、なんか、うん、いいもんねだってね、ほんま本格的にね目の前でこう目の前しか打ちたて、そばって打ちたて茹でたてなんかあったら美味しいっていうね。だからほんまにね目の前でそば打ちしてやってるとお店一回食べに行きたいなって思います、久々にね。あれはね行った、何回か行ったことあるんだけど、うん、でねあれも美味しかった、信州そばも。お仕事でね、うん、長野行った、うん、それで長野行った時に、うん、長野来てんから信州そば食べようって、うん、お昼はねあれを峠の釜飯食べた、うん、峠の釜飯も美味しかったな、うん、てかなんかねあのお弁当宅配っていうかそのイベント会場まで持ってきてくれるんだけど、何がいいって言われて、峠の釜飯食べたいって言ったら、あ持って行きますって言ってくれて持ってきてくれて、なんか、うん、炊きたてのねなんか、ま、おかまちゃんの入って、でそのおかまちゃん持って帰ってって植木鉢にしてやる今、うん、峠のお釜飯って今誰か言ったでしょいいけどはい、うん、峠のお釜飯美味しかったよ、うん、あ違う違う今日はそばの話やね、うん、あの信州そばも美味しかった、うん、じゃあ今日はあれやん、スーパーで買ってきた二八そば、うん、美味しかったですということで今度ね、いつかまたそば屋さん、そば打ちしてるそば屋さん食べに行きたいと思います。ではまたね、バイバイ、次の動画でお会いしましょう。